こんにちは。あれ、玄関のドアが自動的に閉まりましたね。なんででしょう？そんなこと気にしたことなかった？私もです。ドアに仕掛けがあるのかな？そうですね、これのおかげですね。ドアの上の方についているこれ、ドアクローザーというものです。ドアを自動的に、かつゆっくり安全に閉める装置です。今回はこれの中身を見てみましょう。では透明にします。超簡易的にしてますが、こんな感じになっているみたいです。中は主にスプリングとピストンからできています。ではドアを開きます。ドアを開くことで、本体上部の軸と連動して内部の歯車が回転しますね。戻るときは当然逆回転です。歯車の回転により、ピストンが動くことがわかります。それに合わせてスプリングも縮みます。戻るとき、スプリングの力で自動的にドアが閉まります。しかし、スプリングだけでは勢いよく閉まってしまうので、粘り気のある油を内部に入れておき、閉まるときのピストンの動きを遅くすることでドアはゆっくり閉まります。ピストンが開くとき、油が勢いよく隙間に入っていきます。そして閉まるときは、油が流れるのが遅いので、ドアはゆっくり閉まります。油の流れる量を調整することで、各ドアに適したスピードにされています。どうでしょうか？つまり、油圧機構が内蔵されているので、ドアはゆっくり閉まることができるってことですね。簡単な紹介でしたが、皆さんも今後は、玄関から出るとき、ああ今スプリングが縮んでるなぁとか、油圧のおかげで今日もゆっくりドアが閉まってるなぁとか、感じてみてください。